see ya!全国の街道男児および街道なでしこの諸君、オス、マス嵐です。マス嵐の街道組手武者修行、流れ流れてついに九州までやってまいりました。後ろにあるのは新入駅、そして、向こうに見えるのが今回の対決の舞台という形になっているんですけれども、まあ、九州に来るのは、まあ、個人的にはもう何度もあるんですが、この街道バカ1台では初ということで、今回もですね、せっかく九州に来たんですから、もう錦をバーンと飾れるような、そんな派手な組手を皆様にお届けしたいと思っております。で、まあ、一応ですね、ホールさんのラインナップはすでに見させていただいてるんですけれども、まあ、あの新旧入り乱れていろいろ機種そして台数も結構あります。そして、まあ、あの駅前とかじゃなくて、まあ、スロー線なのは珍しい、まあ、今回はスロット専門店という形になっておりますので、まあ、そういった意味では状況とかもかなり期待できるんじゃないかなというふうに個人的には期待しておりますので、ホールにはびこる台の中から今日の組手相手を選び、今回もバッツバッツバッツ叩き潰してやりたいなと。いろいろと視線が痛いので、それでは早速戦場に向かいましょう。頼もう。さあ、今日の街道組手の相手はこいつだ。オス番長3、今やオールの主役といっても過言ではないこの男は、今日はバッタバッタと投げ倒していく所存なので、最後までお付き合いください。さあ、それでは番長3実戦スタートしていきたいと思います。まず朝一なんですが、まあ、設定変更をするとさまざまな抽選が行われるんですけれども、前日のベル回数と照らし合わせて対決発展したベル回数からなんとなく設定変更じゃないかと予想したり、あ、ちょっと待ってくださいね、いきなり出会いっぽいんで、まず左にいる、子役狙いなんですけれども、まあ、枠上から上段あたりにバーを狙って、弁当が枠内に止まったら中右リールどちらかに弁当を目押しして、もう一方は適当打ちで OK と。で、今弁当が揃いましたけれども、弁当弁当青7でも3枚の払い出しが受けれるんで、とりあえず弁当成立時は、中リール右リールどちらかに弁当を狙うと覚えておきましょう。で、朝一の話に戻りますけれども、あとはですね、朝一一発目の対決に勝利した場合も設定変更の可能性が高くなったり、さらにその場合設定変更時の 10% で、朝一対決勝利かつその2分の1で 80% ループという恩恵もありますので、
まあ、そういった朝一にちょっと特殊な動きを見せたときには、まあ、接点後の可能性がちょっと高くなるんじゃないかなというふうに予測もできます。ただ厳密な変更判別は事実上不可能と言っても過言ではないので、まあ、あのなるべく、まあ、変更っぽい動きをしてくれればいいなというふうに捉えながら打っていきましょう。まあ、とりあえず普段から、僕が一応意識して打っている形としては、とりあえず朝一は一発目の対決引くまでは打ってみる。でそこでうまくいけばその設定変更時の恩恵をゲットして、そこから大連チャンが始まる可能性もありますので、まずは1回目の対決の様子を探るまでは打ってみるという形にすることが多いですね。さあ7回目のベルを引いた後に前兆に行ってるんですが、対決に発展するかどうかというところが一つ注目ですね。まあ、対決に発展するときとそうでないときではやはり前兆エンスの強さがだいぶ異なりますんで、これでチャンス目引いちゃったんで、まあ、ちょっと前兆と抽選がかぶった形になりますけれども、まあ、最終的には前兆のゲーム数に注目したりとか、あとはここのベルカウンターが割れたかどうかによってベルから対決した発展なのかレア役から対決した発展なのかを見抜くことができますので、そちらを見ていきましょう。でチャンス目は降格で成立すると 100% 対決に移行しますので、これで対決に行かなかった場合は射程が出てますけれども降格じゃなかったということも確定しますね。ただ今第一停止でリールワークが炎上したんで、まあとりあえずは行くと思いきやこれは特訓に行きましたんで、規定ベル回数7回から行ったのかな。でベルから移行した前兆はベル成立時に対決の昇格抽選が行われますんで、特訓中とかなるべくベルを引いておきたい。逆にこれがチャンス目から移行した特訓の場合はレア役で昇格抽選を行うので、まあ、チェリーとかそれこそチャンス目が引ければかなり熱いという形になります。すでにもう対決行くよってなった時に勝利が確定している対決もありますので、その時にはやっぱり前兆演出が熱くなる。例えば特訓中も化石が恐竜の化石が出てきやすくなるといった特徴があるんですけど、現状はこれ2個目で発展しますので内部的には敗北の対決かもしれません。そうなった場合は対決中の成立役で勝利書き換えを目指すという形になります。いいですね、星3つ最悪は避けれた。さああとは対決中にベル以上の子役を引いて勝利に持ってきたいところです。で僕結構中押ししたりもするんですけれども、中押しするとまあ、中段リップが止まった時にはとりあえず MB に期待しつつ下段で弱面とか揃うこともあるんでっていう形なんですが、とりあえず今回はハズレ。これはもう残念面になっちゃうんで子役の可能性ないですから、なるべく中段にベルが止まってほしいところなんですが、ただこれ明日一発目の対決なんですけど特訓経由しちゃったらもう天候の恩恵はないんですかね。さあ、このタイミングで MB を引くっていうかなり残念なタイミングなんですが、通常時の対決、終了時に MB を引いていた場合は特殊な復活抽選が行われます。でその抽選に当選した場合こうやって1回通常時に戻ってからレバーオンで次回予告が発生すると、そのパターンが出た場合には MB での特殊復活に当選したという形になって、まあ、80% ループも確定するという感じになるんですけども、残念ながら今回はなしと。でベルから特訓行ったのかと思いきや、チャンス目から特訓に行ってたというのがこれベルカウンターがリセットされてないので確定しました。さあ15回目、そして16回目、でベルが揃った時は演出並びにこうカウンターに溜まる時のエフェクトですね、この2つが結構対決発展の期待度を示唆してるんで、
まあ、ちょっとあのエフェクトが弱いんで15から17期待を裏切りますな。絶対ダメだと思ってました。ただ15回から発展したかな。これできればこのベルを次ゲームに引きたかったんですが、なかなかうまくいかないですね。左から押すか、かなり残念のデルが、まあ、メンコは1ゲーム目あのメンコ選択画面で子役を引けるかどうかが勝利の大きな鍵になってるんで、まあ、残念ながら今回はダメだったと。これが商店街ステーキに移行した場合は、次あ、何ですか、予言者ですか。お、なんとか最後引けたけど、まあ、星2つの対決だとなかなか書き換え抽選も難しいです。頼むよ。あー勝てず、まあ、ちょっと対決中が不甲斐ないせいでゲーム数的に今600ハマっちゃってるんですけど、内容は非常にいいのでこのままもちろん続行します。まあこの展開は番長3あるあるなんで、まあ番長3打つ以上は覚悟しなきゃいけない展開ですね。これだけ挙動が良くてもやっぱり出玉につながっていかない、こういうことも全然起こりうるのが番長である。おお落雷ヘッド来た。これはいったかな、対決連チャンモード。さあ対決、あ、ベル成立から10ゲーム目での発展。好きだな、高校生なんだからもっと他の遊びも楽しまないと。ダメだよサキちゃん。よし、やっとかな、やっと報われる。あれこれはあれかな、もともと勝っちゃうやつかな。やだよこれで何も起きないのだけは。何も引いてないのにチャンスメンコ出すっていうのは結構珍しいんで。予兆対決、予兆特訓対決です。よし、勝利実習以外でお願いします。よし勝ち、頼むよマジで。エブビエブビ、ああ、いやマジか、他落とせんよ。よし、さすがに75%ありますから赤子と言ったのよ。よーし、あっぶねー、楽勝じゃないから、楽勝じゃないですから、1030ハマってますから。トトロキさんお願いします。本当にいや長い道のりでしたが、ここまで通常時を消化できたことによってかなり設定的な手応えは良好ですから、ここから頑張って出していきましょう。さあそして初当たり時は、まあ、ループストックが 25%、50%、80% どれかに振り分けられていただきらしのストック抽選を行うという形になってて、ぶっちゃけどこのタイミングで行われるのか
ここのレバーオンで行われるんですかね。だとしたらここは奥義を繰り出していきましょう。脳内では欲しいストックスをイメージ、ここは控えめに26個とイメージしておきました。早いな準備中もベルカウンターするので、できれば準備状態を引き伸ばしてベルカウンター進めたかったところなんですが、とりあえずはすぐ入っちゃいました。さあここからは BB カウンターが重要になってきます。これ1日目は郷大寺発展の大チャンスと、要は BB 当選の大チャンスになってきますので、まずはしっかり郷大寺に移行してもらって、そこの対決に勝って BB をゲットすると。で BB に当たればそこでの絶頂振り分けにも大きな設定差があると言われてますから、まあ、絶頂に行くかどうかも一つ設定するときの重要な鍵になってきますので、さあいきなりマスク先生出てますし、おー行きましたね、ベルカウンターからの発展。ここは MB 欲しい、よし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 、噛み合ってきたんじゃないですか。これはバーンなしですけど強攻撃、これは熱い白か、でもまあチャンスボタン出てますから十分十分です。さあいただきマンモス、これは逆に熱いパターンと見ている。あらやったーい、お、黄色、黄色悪くないですよ、黄色。これループ出てくるかもしれないですよ。ループ出てこい。ああ、ここでプッシュボタンが出るとループストックの告知が出るんですけど、告知が出なくても内部的にはループストックもらってる可能性もありますんで、まあ、希望は後につながったと。そして郷大寺、完璧な流れ。でもし BB モードが天国にいた場合にはもうすでに対決の勝利が確定しているという形になるんですけれども、それ以外の場合だとやはり自力で勝っていかなきゃいけないと。予告はなし、ただまた MB チャンス、いいっすね。面子は1ゲーム目が大事ですから、これはいいですよ。さあプーン言わそう、プーン、あーチャンスパターンも出てくるな。あー白は弱いか、ちょっとですね、連続で引いた、頼む。マジかよ、やることはやったよ俺今。痛い。いや悔しすぎる今のは。お願いだから行って頼む。ああ次が青背景だと非常にまずい。あー赤い、よしよしよし、アップ、よし
これは初当たりかさっきのストックのせいどっちかでループもらってたってことですね。さあ郷大寺頼んますよ。さあこのタイミングで17回で対決発展に当選した場合はここで必ず演出が出てそのゲームで対決に行くんでここで対決に行かなかったということは今回は18回以上のベル回数が振り分けられたことが確定したということですね。頼むよ。あーさすがに厳しそう。あーまあ致し方ないですかね。一応まだストックが残ってる可能性もあるんですけど基本的にはここで終了かと。お、あれこんなところで対決前提ってあらららしかも、引っ張り演出射程大量でレア規定は星3個以上の対決が確定なんですね。これは33で33のベルで対決発展抽選に当選したとしたら通常 B 滞在すなわち次回は対決連チャンか通常 B という状況になるんですがこれ下手したら通常 B 引いてる可能性もありますからね。これちょっと熱いですよ。この状況は33回目のビリ引いた時にそんなに熱そうな感じしなかったんで通常 B 引いたんじゃない。特訓これはありますよ。落ちろ。おーし、あっちこれマジ通常 BB じゃないですか。2回横来るでしょう。これは来ない。そしてなんでここでまあまあまあこれどうもういろいろわからないけどこれは勝ちますよ。これは勝つやつ。あらら、あらららららら、もうさすがに負けようがないレベルかな。これで負けたらもう番長引退した方がいいレベルです。はい、ブーン、今日初のブーンいただきました。これビーチベリップだと思います。あ、違う、普通に届った。そっか、別に RPG じゃねえからな、よくよく考えた。さあこれいただきジャーニーと言われない可能性が高いと思いますよ。やはり通常 BB でございます。これでしかもここで青 BB が出てきたらもう相当強いですね。やっぱりここまでの挙動が良かっただけにこれでピースがまた一つ埋まったって感じですかね。来ると滑らん。ああ赤 BB か。通常 BB は赤 BB 出てきちゃうとちょっとログの可能性下がっちゃうんですよね。何にせよ高設定の期待度がアップしたのは間違いないですよ。まず7揃いでストックもらうこと、そしてベルをいっぱい引いてベルストックすること、この2つを目標に頑張っていきます。あらら、いきなり引いた、いきなりレアク。おー、そう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 、いいっすよ、いいっすよ。
デカナビ来い。デカナビがちょっと弱いから。トリカちゃん。いやちょっと前兆は弱いですね。やばいかこれは。ダメダメダメか。いやいきなり外した大チャンスを。おお MVP 中チャンス引いた。これ演出が弱いな。チャンス目2連続吹かなきゃやめてね。いやーストップ1個もらえるかチャンスが2発いて、これはちょっと前途多難なスタートになっちゃいましたね。楽しみのワンセット終了ですね。何一つチャンスを生かせよ。頼む。あー下手くそだな。2択外しました。あでもこれは特訓経由ですね。これよかったよかった。マダラ始まりの特訓経由だったら最初から勝利対決でその前兆パターンが選ばれているという可能性も少なくないかもしれませんよ。いやちょっと前兆が弱いですね。ゲーム数も普通だ。おっ頼むぞ。とりあえずベル1回引けるのはこれ確約されてますから、いいタイミングで MVP は引けました。赤くなれ白か。負けないでよ。マジかよ。ベルこぼしてるし。いやベル引いた以上、ああ本当に今日はダメだな対決が。いやーベル引いたんですけどね1ゲーム目に。初めてです。うわーやってよかった。全然設定関係ないけどよかった。これは初めての海外旅行。うわびっくりした今。憧れのパリですわ。
はもしかしたらあれじゃないですか、しかも怪盗バカ1台でこういう重いプレミア役引いたの初じゃないですか。下手したらそれは1回ぐらいは引かせていただかないと。よかった、あーよかった、本当に頑張ります。こっからさあ男の生き様見せるテスト、いきます。さあそれではまずはここでどれだけいただきラッシュのストックを取れるか、これがゴム継続の一つの鍵になってきますから、頑張っていきましょう。いや完全に下げてからの上げでしたね今のは、嬉しかった、タイミングとしては完璧だ。おっ、まずは一発、これはどうなの、一角じゃないの、さすがに。イエス、二発目、とりあえずいただきラッシュの、いただきラッシュね、とりあえず赤7ぞろい、いただきジャーニーのストックは2個いただきました。まあとりあえずあとはその BB でどこまでやれるか、さらにその BB でいきなり絶頂いく可能性もありますからね、そうなったら理想的と。さあ行くぜ、カカカカモン、ノー、もう押した瞬間カカカカモンって出てくるんで、普通に番長ボーナスです。復活もなし、いや残念ながらストックはできず、相変わらず対決がやれないな。おっしゃ、やった、ここは大事だ、ここやられるようだと今日はもう対決は全部負ける気がする。ここで止める、悪い連鎖を、調理です。もう勝ってる可能性もありますけど、内部的に勝ってる可能性はあるけど、引いとかないと不安だって。何やってんのこれ、負けた最悪だ、アップで勝ってました、ドアドアで青か。さあ継続ジャッジです、継続期待度アップ、まあ、今ストックを3個見た目で乗せている状態なんで、4連は今確約されている状態ですね。やめてやめて、な、2回ベル引いたじゃない、なんでそういうことすんのよ。ああ勝てた、頼むよマジで負けないで、俺出せないで、やったー、ああここもまだ大丈夫ですね。またリアルですね。おー、そうそうそう、これは嬉しい。
ここで ART が途切れる可能性も全然あるんで、そうなった時に本郷園に行ってくれれば最大のベル回数テンションが32人だってるわけですから、 ART 抜けてもすぐ対決引っ張れる可能性が高まりますから。この場合でも絶対32は抜けないんで、次も絶対強制的に32以下になるんで、大きいですよここで。今後は行ってるのは、おし、よいしょ、ここは勝たねばならない。よしよしよし、とりあえずまず1回ベルフィみたい。サッピーバドミントンは熱いですからね、1回でもベルフィはまあ普通は勝つはず。ハードラックとダンスイッチ回らない限りは勝てる。さすがに大丈夫でした。イエス！青ばっかりだな。青でもループストックの告知があるところが見たい。怖いな。さあでも長番長ケーキにだいぶ流れが変わってくれた感じしますね。これまくりもありえるぞこれは。もうちょっとですね、プラスプラマイゼロまでいい感じで、今スランプグラフがダブリ、すなわちウィンに向かってます。ただ複数こうしたパターンが出てないんで、もうなんかいつ枯れてもおかしくなさそうなんですよね。頼むよ。こいつはまずい。ちょうど計算通り。計算通りの6セット。まあとはいえ1000枚弱まで伸びてくれて、まあ御の字と。結構700枚とかで終わっちゃったっていう話も長番長よく聞くんで、まあ、そういう意味ではまあそこそこ物足りないですけど、まあまあ最悪ではなかったのかなっていう気がします。身体組み手終了。押す、負けましたね完全に。まあ敗因は一つです、対決にマジで勝てなかったことですね。いやー対決中、まあベル自体も本当引けなかったですし、レア役なんて一回も引いてないですし、まあこの内容ではいくら台が良くても厳しかったのかなと。まあ最終的には通常 BB も引きましたし、もうベル振り分けがもうかなり優秀でした。あの ART 当たった後とかも、あれおそらく17回以下が選ばれてるんで、まあ、そう考えると17回を超えたのすら1回しかなかったんですよね。その上で対決連チャンにもまあ割と飛んでくれていたので、まあ、そういった意味ではかなり内容的には良かった。まあ、予想設定としては、まあ、4か6か、まあ、6もあったかどうかは微妙ですけど、あってもおかしくないぐらいの挙動の台だったんで、まあ、そこがですねちょっと悔しかったなと。まあ、なぜ私長番まで引いてますからね。長番まで引いて、今回の収支はマイナス412枚という結果になってしまいましたので、やはり番長3は対決が全ての台だということが改めて痛感した組み手になりました。今回はですね、課題が一つできました。対決用アラシステムの開発が急務であると。
で一応今のところですね、今回やらなかったんですけど、ちょっとサイレントでやってたんですが、ブーンチャイルドっていうのがあるんですけど、あまりにもちょっと振るわないので、ちょっと今日は封印してました。で、まあ、他にもいろいろナチュラルブーンハイターとかいろいろ考えてはいるんですけど、どうも名前だけ考えつくんですが内容が振るわないので、まあ次回ですね、まず嵐で番長を打つ機会があるかどうか分かりませんけれども、本来の嵐に戻った時も番長するとは長いお付き合いになっていくと思いますから、後悔のないレバーオンができるシステムを早く開発しないと、ぶっちゃけ今日もこの辺ちょっと痛いんで、すげえ悔しかったんで、まあ、その悔しさを跳ね返せるようなシステムを早めに開発したいと思います。というわけで今回の街道訓練はこれで終了。次はどの土地でどんな武者修行をするか分かりませんけれども、また機会があったらぜひやってください。それでは次の修行場所にお次。